はい、皆さんこんにちは。シェフナスケです。今日も稲川暮らしシェフ、アシェットやすがやだけ TV、ご覧いただきましてありがとうございます。はい。暖炉ね、火つけましたよ。暖炉シーズンですよ。昨日ね、初雪って。はい。動画を上げましたけど、いよいよ、こんな季節ができましたね。はい。というわけで、今日は暖炉の火を見せようと思いましてですね、暖炉をつけながらやってみます。冬です。というわけで、はい。今日はですね、全然冬とは関係ない話題でございます。また、前置きが噛み合わない。これがね、またこの、ね、シェフ夏木節でございますね。さて、本題になりましょう。いつまでもやってますですね。チャンネル登録切られちゃいますからね。はい、行きましょう。でですね、今日ですね、まあ、友人と話しましてですね、最近移住された方、9月かな。いろいろなことを思いました。はい。でね、ピンと来たことがあるんで、これをシェアしておこうかなと思うんですね。はい、はい、八ヶ岳。山梨県北杜市、南麗八ヶ岳南麓の、我がこの市もです、北杜市もですね、移住ラッシュでございます。あちらこちらで家が建ち、あちらこちらで賃貸が埋まり、あちらこちらで売り物件が経営という状態で、転入の日々でございます。でね、まあ、平たく言いまして、移住して幸せになる人と移住して不幸せになる人と帰っちゃう人と、はい。明確に2パターンあるわけですね。はい。田舎に来たから全部ハッピーが、そんなことはない。ハッピーじゃない人生ほど悲しいことはないので、どこに住むかがハッピーにつながらないんであれば、やっぱりハッピーが手に入る場所へ行くというのは、まあ人間だと思うんですね。特にこういうふうに、接することができなくなった。リモートワークが可能になった。だからこういう人になれば、そこに行く必要がなくなってしまった瞬間から、どこに住んでも OK っていう選択肢も増えてくると、じゃあどこへ住むっていうままでね、なかった。会社からどのくらい離れたら通勤できるという観点から家を選んでたところから、どこまで行っても関係ない時代に来てるか、どこへ住むということ、全くフラットな中で考えられる時代が来てしまったわけです。で、その後やっぱり移住者が増えるわけですけどね。はい。軽井沢とかもバブルでございますし、山中湖とかね、河口湖もやばいらしいでございますが。まあ、そんな中でですね、私移住9年目でございまして、その中でいろんな感じてきたこと、うまくいく人とうまくいかない人が本当いるんですよね。なんでかな、僕は結構うまくいってるタイプだし、そもそも幸せです、ここに来て。本当に幸せって言葉の意味はやっとわかりました。すいませんみたいな。なんでもすいませんですけどね。僕口癖なんで。そういう関係にいますけど、じゃあなんでそういうことが起こるのか、どうして俺ここ好きだし、ここいいことばっかりあるけど、ほとんどいいことばっかりなんだけど、なんであの人に起きないんだろうって思ってきたときに、あ、なるほどなと、今日ひらめいたことがあります。住む場所を移すだけの移住と、そこに住まう住民となる移住っていうのは、外から見てると似てるけど全然違うんだってことは一つわかりました。つまり、住むだけの移住っていうのはですね、はい、ここに引っ越してきて、家で住むと、おしまい。地域、コミュニティも関係なく、この家の間は、家、もしくは家の周り、ちょっとだけのお付き合いで終わり。何よりも自分たちの生活パターンは、まあ、その前に東京にいたのか、名古屋にいたのか、大阪にいたのか、はたまたアメリカにいたのかは知りませんけれど、それと同じようなパターンをできるだけ引き継ごうとする。まあ、ネットもありますしね、はい。ピッピッピッって、アマゾンのものも来ますし。まあそんな困んないですよ、正直言って現在は。そういう生き方もありだと思います。で、僕なんか逆で、ここの住民になろうとしたんですね。最初はね、全然そんなことなくて、はい、仕事で赴任したから来ただけでした。はい。でも3ヶ月いて、ここめっちゃいい。俺ここ行くと、ここに骨をうずめると、当時は思ってですね。まあ、今も思ってはいますけど、いつまで思ってるか分かんないっていうのもこれもすいませんって感じですね。自由人なんで申し訳ないです。まあ今は、ここに骨をうずめようと思ってるわけですが、となったら住民票を移して、山梨北杜市の住民となって、住民税を払おう、税金を払おうって形になってます。で、コミュニティにどんどん入っていって、まあ、たまたま家族ができたおかげでもあるんですけど、もちろん PTA もやってます。はい。来年は、長男の中学校の私、PTA の副会長の一人になります。副会長いっぱいいるんですけどね。はい。副会長みたいな。うん、副会、何番目になるか知らないんですけど、まあ、副会長の一人になると決まりました。2年前は、6年生のね、学年部長でクラス一番、クラスの PTA の中の一番雑用が多い係をやりました。偉い係じゃなくて雑用の係。
本当に遮音から大変でしたみたいなことがありますけど、こういうふうなことをやる。それから町にね、ここら辺はまあ昔の江戸歴史勉強したと分かりますよね。5人組とかあったじゃないですか。農作業の税金はみんなで払うんだみたいな感じの連帯保証制度みたいなのがあったじゃないですか。そういったみたいに地域では、村の中に組という単位で分かれて、その中で、組長を筆頭に、組長がぐるぐる回っていくんで僕もいずれ組長になるんですけど、そういった輪番制の組長を筆頭に、その組で一団結してまた村に持ってってという、構造になるわけですね。なのでその組にも入る。だからもちろん道作りといって周りの雑草を切ったり掃除したり、町のね小元旦に行ったら皇居に向かってれとかね、今年はコロナでないですけど毎年皇居に向かってれとか、うわすっげえ明治みたいな、そういうね、習慣がまだ残ったりとかする地域であります。まだ農村ですよね。その中で、皇居のこともします。でみんなとも当然すり合っていくんで、おお、みんな酒飲むやーみたいなことで一生懸命持ってこられて、ははらーすみたいなこともやるわけですよ。めんどくさくないかったらめんどくさいですけど、そうしていくと、道連れて次にどうも、今日も銀行行ったらね、まるまるくんのお父さんですよね、みたいな。この間、PT ありがとうございましたみたいな。は、誰マスクしてるかわかんないですけど。そんなね、こともやっぱり起きるのは、そういう地域コミュニティにズボ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 入ってるからですね。で、住人になってるわけですね。はい。居住者ではなく住人になってるわけです。っていうやり方もあると。で、どっちがいいかとかではなくて、前者、ただ居住地を移した人は、やはり、ここにいてここにあらずの部分もあるわけですね。ソーシャル的にはね。居住地的に、生物的生き物の住んでるポジションはどこって聞いたら、例えばここの北斗市かもしれないけど、精神的には北斗市にいないんですよ、実は。逆に僕のやってるやり方は精神的にも、物理的にも北斗市にいるんです。その代わりめんどくさいんです。はい、税金だけじゃなくて肉体労働もする。はい、ここら辺の、ね、地域なんていうのは労働力を出すか金を出すかどっちかみたいな感じなんですね。はい、またその場合うちの場合時間もかかるんですけど、ね、この3つのうちのどれかやれで、そのうちの2つぐらいやりますみたいな感じ、まあ、うちは3つ全部やってますけど、そういったことをしておくと地域のセーフティーネットコミュニティの中に入れてもらえるので、例えば子供を可愛がってもらったりとか、送るとき一緒に乗っけても帰ってきてもらったりとかっていうことはどんどん起きてきて、まあ実際払ってる労力以上のベネフィットは実際僕は感じてますので、それで満足してます。人間関係があるって非常に安心感なんでね、銀行話しかけられて、ああどうもって結構ね心はポカポカするんですよね。ポカ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 だから、それをやると、お金は少なくてポカポカしますけど、労力とちょっと精神力、まあまあ揉め事もないわけではないのでね、全員が仲良きゃいいんですけど、仲良くないんですよね、これがまたね。うちの組は全然いいんですけど、隣は結構やばかったりとかね、そういうのもあるわけですよ。あそこはやばいとか、あそこの地域はダメとかね、みんなよう知っとるなみたいな、芸能記者かみたいな、いうおばちゃんたちはいっぱいいるわけでね、そういう噂話来るんですけど、そういった面倒くささがある中の生き方を選ぶのか、もう前者の関わりがないから全部自分の実力、努力、独力、うん、金銭的にも人脈的にもいろんなものを自分でケアしていく、そういう生き方の2つがあるんだな。で、その違いを理解していない人は揉めるケースが多いんだなって。分かってる人は、あ、俺はこういうものだからもっと金使わなきゃいけないよね、だから金稼がなきゃいけないよね、で、こういうふうにするよね、でも私はそういうオフィシャルな事業は絶対やりませんっていうやり方が分かってる人は OK。 でも逆になんでやってくんないのみたいなふうになっていくと揉めていくし、こうしたらうわこんな濃密な人間関係鬱陶しいみたいになっていくと、都会はいいわ、ピッピッピッって番号して入れない人しか入れない、セールスマンも来ない、地域のコン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 、今年の集金ですみたいな、それも来ない、全部銀行引き渡し、ヤクルトおばさんも入れないみたいなね、そういった暮らし方もあるんです。だどれを分かってれば全然 OK なんですよ。ああまた来たな今年も、ああまた今年も草刈りか、ああはーはーみたいな、俺草刈り苦手なんだけどなみたいな、いうふうに分かっててもやっぱりでもやっていく。それは何でかっていうと、ここの地域に住んで地域に貢献したいと思ってるからやるである。でも思ってないし、やらせたら超めんどくせえ、なんで俺がこんなことやんなきゃいけないんだってやっていくと、いろんなことがめんどくさくなっていって、やっぱり田舎ってやっすみたいな感じで帰っていってしまうだなってすごい思いました。だ
移住場所を今ねみんな移住移住って言ってる人も多いけど、どういうタイプの移住をしてるか、自分が選んでるか、自分に合うかっていうところまで考えて移住しないと、行った先で奥さんが泣く、子供がくれる、自分も苦しいみたいなことになってしまう。やっぱりあそこが良かったわってなるのか、連れてきてくれてありがとうってなるのか、それの分岐点の一つはこういった移住にもスタイルがあるっていうことをですね、ぜひ知っておきたいなと思ってですね、熱く語ってみました。ストーブも熱いですけどね。はい、はい、笑うとこですよ。さあ、というわけでですね、はい、今日の大きな気づきは、その移住、移住と漢字は二文字ですけど、意味も二つある。読みは一つで意味は二つ。こんな感じかな。うん、はい、これが、今日私の、提供するボナペティな話でございます。さあ、それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、田舎暮らしシェフ、あしゃって安ヶ岳 TV は、はい、移住9年目、山梨県北杜市、安ヶ岳南麓で、オーナーシェフとして、妻と、二人三脚で生きていく、シェフ、夏木のですね、気づき、料理、それから、美しい自然、そちらを取り上げたチャンネルでございます。ぜひ、チャンネル登録、お待ち申し上げています。高評価も、低評価も、どっちでも OK で反応全然構えるかもです。それからコメント、本当にありがとうございます。コメントなくてして、私、やり続けられるかどうか自信がないぐらいコメントありがたいと思ってます。本当に、いつもコメントつけてくれるいろんな方、ありがとうございます。ナム。さあ、また次の動画でお会いしましょう。また明日でございます。今日もボナペディ。